記事ですね、はい、平さんがね、物申したいことがあるということで。早稲田の受験者数がちょっと減りましたよ、はい、一番減ったのはね、早稲田小学部の一般内推ってことはちょっと置いといたとしてね、まあどこがこうおすすめかっていうと、Hello there、 始まりました森鉄チャンネルです。今日のゲストはですね、早稲田工学塾代表の平先生に来ていただきました。悪くないだろう。あ、それで大丈夫です。それで大丈夫。大丈夫。今日はですね、うん、早稲田とかね、慶応に受かりやすい高校ってあるんじゃねえのみたいなね、そんな記事が出てましたよね。うんうんうん、ね、いつも記事に文句言う男として言う。いや違うでしょう。前回もなんか記事に文句言わなかったっけ。いやいや、あれはだってほら森田先生がちょっと叩いてくれって言うから。言ってない。その記事叩いてくれって言う。なんだっけ、何の記事。なんだっけ、あ、医学部。そう、早稲田大学医学部、うん、そうで、今回は今回は総計大合格ランキング昨年より46人増しのツートップコアっていう、うん、中間ポストですね、うん、ニュースポスト7って書いてますね。どういうこと、女性7と合体したの中間ポスト、うん、ってね、はい、まあニュース、うんうんうん、その記事に対してですね、はい、平さんがね、物申したいことがあるということで勝手に物申させるんだから。まず、まあ、これね、早稲田の受験者数がちょっと減りましたよと。はい、そうですね。去年ね、まあ、あの11万人オーバーぐらいだったんですけど、まあ、今年6762人減って10万4576人でしたっていうね。うん、そうなんですよね。これね、僕もね、ちょっとこう今日調査してきたんだけど、はい、あのね、文学部とね、機関理工以外はね、おおむねマイナス100人からマイナス2、300人。ほうほうほう。で、人科に関しては一般入試マイナス500人減ってますね。うん、人科人気ね。うん、川橋さんがこう。まあ、そうは言っても6580人受けてるんですけどね。やっぱり早稲田って桁がなんかやっぱ違う。うん、そうそう。あ、でね、一番減ったのはね、早稲田小学部の一般。一番人気なのに、やっぱ振れ幅でかいのかなと思うんですけど、大体他の学部はまあマイナス2、300人ぐらいなんですけど、早稲田小学部だけね、マイナス1500人してるんですよね。はあ、1500人。うん。まあ、それでもね、あの、11415人いるんですよ、ね。お相変わらず、おって感じだよね。で、早稲田はそんな感じ。で、慶応も慶応でね、あの3421人減の3万8454人だって、はあ、まあ、こう見るとなんか早稲田の受験者数と慶応の受験者数のやっぱり違いってね、そうすごいですよね。ですよ、うん、もう7万人ぐらい違うわけですね。だからもう間違いでね、なんかもういつもさ早稲田の方が必ず予備校でも先に乗るから、うんうんうん、で当然合格者数も早稲田の方が多いから、はいはいはい、早稲田の方がいけんじゃねえな、うん、なんか早稲田ってすごい頑張れば合格できるとこだとかってね、勘違いしやすいですよ。ですよね。慶応募集人数全然違うから。違うから。そう。それは人数違うだろう。違うから。それ人数。じゃあこの記事に関しては、まあ早稲田とか慶応ね、どんな高校がたくさん受かってるかというとですね、みたいなので、はい、それでちょっと見ていくんだけど、あのまずね、まあ、この記事こっからがね、もう興ざめなの本当に。おいって感じ。おお、またディスる。うん、はい、あのまずね、1位、開成。これドーピングでしょ。だってさ、開成の人たちはまず早稲田目指してないじゃん。そう、目指してない。目指してないのに1位開成って言われたって、こいつらは東大ランキングで出せと思っちゃう。そうそうそうですね。まあ当然ね、抑えでね、やってる人もいるだろうし。で、2位ドラゴン先生の渋幕。ああ、うん、ってそんなのありって。で、3位は聖光学院、ここも有名ですよね。で、4位、僕知らないんですよね、湘南って書いてあるんですよね、神奈川。あ、神奈川の湘南、うん、はい、頭いいとこですよ、ね、湘南は。で、まあ、5位、日比谷、はい、6位、桜蔭とかね、うんうん、書いてあって、え、なんか、この人たちはそもそも早稲田目指してるんじゃなくて、あの、東大目指してる人たちが滑り止めで、こう、まあ、受けて、で、早稲田これだけ通ってますよと。いや、違うでしょと。君らが記事にすべきは、まあ、早稲田大学目指したい人たち、ね。うん、ね、どこに行くと合格できるかみたいな。うちの塾だって、こういう奴ら倒すために頑張ってるわけじゃないですか。まあ、その通りですね。うん、だから、そうですね。早稲田行きたい、改正入ろうって。そう。おかしいよ。違うんですよ。あの、だから、ほんとね、とか思って見ていって、で、結局ね、この記事のランキングの最後に載ってくるのは、なんか、国立高校みたいな。ここも、もう一橋のお膝元ですよ。そうね、国立は、うん。だから、とか思っちゃうわけなんですよね。で、そこでね、僕が、あえてちょっとこう言ってみようかなと思うんですけど、
早稲田目指したい人が入るといい高校を、まずね、早稲田目指したい人が入るといい高校はね、当然ながらあのやっぱり内水を狙ってね、ああ、実業とかさ、学院とかさ、はいはい、うん、で意外とね、早稲田佐賀もおすすめ。うん、早稲田佐賀はね、なんかやっぱり佐賀ってストーリーってことですか？知らない。佐賀ってストーリーって知らない。え、あのゾンビのアニメじゃなくて？そっち知らない。知らない。アニメの話してくれなきゃ。いや、だから佐賀っていうのは例えば。ワンピースだったらスカイピアサガっていうか、スカイピアの時の話、アラバスタサガって言ったらアラバスタの時の話、その話を分けるのサガ。そうなんですね。そうなんです。早稲田サガつな、早稲田の早稲田の話、ごめんね、和の国サガ。自分で自分のギャグを説明してるって恥ずかしくないですか？これが私のサガ。よし、うまい、はい、うまい。さ、うん、さすが。早稲田サガから早稲田大学への進学率はね 50%。だからね、九州圏の人は結構おすすめですよね、うんうん、なるほど、高校で、うん、それ半分が行くと早稲田、それ狙い目じゃないですか。そう、結構ね、九州の人たちって、まあ、僕は鹿児島だから分かるんだけど、まあ概ね久留米府設とか、あとラサールですよね、はい、ここがまあ二大教頭だったりするんですけど、まあそれ以外っていう形になった時にちょっと早稲田佐賀っていう選択肢はありかなと思いましたね。おー、うん、かっこいいの流行りの言葉になりそうですね、早稲田佐賀、今年から、うん、みんな狙い目。大隈重信がね、あの佐賀の人なんでね。あ、そうなんですよ。そうだ、ね、なぜ佐賀ってよく聞かれるんですけど、うん、なるほど。しかもすごくいいとこですよ、唐津って言ってね、もう気候もね、天気もいいし、うん、静かですごくいいとこなんですよね。なるほど。間違っても子供は不良にならない地域ですね。へえ、うん、これでみんな流入してね、全然街が変わっちゃうし、いや、さすがにそれでも佐賀に行かないでしょ、なかなか。みんな行かない、うん、え、他内部進学、まあまあ内部進学はまあまあいいとして、いくつあるんですか、ね、あのね、6つぐらいあるんですよ、はい、あのね、学院とかね、実業とかね、本庄もありますよね、はいはいはい、うん、とかあと早稲田佐賀でしょ、うん、あと摂陵ってのがあったんですよ、うん、でね、あとあの高田馬場にある、あのいわゆるまあ早稲田大学の隣にある早稲田高校とかね、はいはいはい、確か6つだったはず、ちょっと知らない、なんかそれでね、だからここは受かりづらいんですよみたいなのが来たんですよ、あのコメントで、そう、ここが入りづらいんですよ、ここから上がれないんですよっていうのは、そう、あなたの動画へのコメントですよ。あ、そうなんですね。ちょっとじゃあ見てみよう。ここ行きづらいんですよみたいな、ここ上がりづらいんですよみたいなの来て、あ、そうなんだと思って、行きづらいんだ。へー、動画ちゃんと全部チェックしてるんですね。ちょっと見てますよ。ちょっと見して、これだ、摂陵。あ、摂陵、うん、そうだね、摂陵はそうだね、摂陵は行きにくいってね、うんうん、コメントありがとうございます。ありがとうございます。でもまあちょっと調べてみる価値ありですよね、うん、まあ内水ってことはちょっと置いといたとしてね、うん、あのまあ、どこがこうおすすめかっていうと、市川高校おすすめですね。おお、千葉の市川高校。あの市川高校はもう先生たちがそもそも早稲田大好きで、はい、なんか早稲田行こうぜみたいなことをもう生徒たちに結構言ってるらしくて、うちにも結構あの毎年必ず1人か2人市川の生徒いるんですよ、はいはいはい、で高校の雰囲気がもう早稲田目指そうみたいな感じになってるみたいで、だからね、あの非常にこう市川高校は、まあ、あの早稲田とかね、その辺を進学するにはいいですね。なるほど、うん、行くならここの高校、まあ、とにかく市川高校はね、結構あの早稲田大好きで、で皆さんが、まあ、もしね、こう、まあ、早稲田ってことにこだわってもしょうがないんだけど、早慶とかね、こだわってもしょうがないんだけど、要は国立の合格者数がめちゃめちゃあるのに私立の合格者数も同時にめっちゃありますみたいな、うん、だと大体滑り止めなんですよね。そうですね。なんで国立少ない、だいぶ少ないんだけど私立めっちゃあるみたいなところは、そのそこまで国立志向じゃない高校なんで、うんうんうん、そういうところで総計の人数が結構多ければ、あのいわゆる今回の記事でいうところの、まあ、正確な話になってくるかなと思いますね。なるほど、まあ、市川高校ということで、うん、はい、だから僕は市川高校にあのちょっと賞状っていう、どういうことだから表彰状、 あなたが本物ですよっていう、あ、なるほどね、病気の症状じゃなくてね、症状じゃなくて、はい、え、何人受かってるところがすごい、市川。あ、だからあの市川の数字見てくれたら分かるんですけど、あのね、2017年ぐらいがね、すごい神ってて、はい、100人オーバーいってるんですよ、はいはい、去年のやつ見てきましたけど、やっぱり、まあ、あの90人弱ぐらい、うん、で少ない目の年になってくると70人台ぐらいになってますね。だから80何人っていうのがまあ平均的なところなのかなっていう感想ですかね。なるほど。じゃあぜひですね、皆様の学校の情報もコメント欄にください、うん、うちだっていうね、うち国立、そうだな、何だってこの関東のね、狭いエリアだけじゃなくてね、いろいろ、森田先生どこ校なのか言ってみたら、言わないです、言わないんだだからうちは国立そんな、国立そんないっぱいじゃ ないけど、
早慶すごいね。ああただね、はいはい、早慶すごいなってどうしても関東になっちゃうんですよね、それね。まあ、そうですよね。だってもう早稲田に進学する人の7割が関東圏の人なんで。やっぱそうなっちゃうんですよね。うん、そう、ね、関西とかね行っちゃうともう関西関下同率があるから。うん、そうなんですよね。そういった形でですね、今回はまた飛田さんが吠えて、記事をディスったという。はい、それでいいです。はい、ぜひですね、まあ飛田さんの。平さんも一応塾やってますし、一応チャンネルやってるらしいので、はい、ぜひ概要欄から見てみてください。はい、ご視聴ありがとうございました。 Thank you for watching. Thank you for watching.